はい、皆さんこんばんは。ですね、今日はですね、錦糸町の方に来ております。2020年、6月1日火曜日ですね。今時間的に言うと夜の8時20分ですね。そうですね、錦糸町の周りをこう駅のね、周りのあたりをぐるっと歩いていきたいと思います。と散歩動画では錦糸町おそらく3回目ぐらいになるかなと思うんですけども、夜8時20分ということなので、おそらくまあ飲食店とかはもう閉まってる時間じゃないかなと思うんですけども、今、ね、ちょうど今日からになるんですかね、緊急事態宣言が延長されて6月の20日ぐらいなんですかね、なんか延長みたいな話で、でもなんか結構ね、人通りは多い気はします。なんか企業にこう、残業を一時こうしないようにみたいな話とかもあったと思うんですけども、ちょっとねその辺どうなのかなわからないんですけども、まあ普通にね8時ぐらいになると帰る人多いのかなと思ってます。今もね駅に向かう人が多いんで、おそらくこの辺りで働いている方が錦糸町駅からこう帰宅する感じじゃないかなと思います。これね、ちょうど錦糸町の日の今北側で、でこっち側がね錦糸公園ですね。あの一時のポケモン GO が結構、流行ってたというか、すごくブームみたいになってた時は錦糸町のこの錦糸公園にすごい人が集まってるみたいな話もあったと思うんですけど、今はまあ普通にパッと見た感じ公園の中で飲んでる人とかもいなさそうですんで、で今日は歩いてみて分かったのは、ちょっと肌寒い感じですね。昼間とか結構暖かくなってきてるんですけども、やっぱりさすがにまだまあ6月の頭っていうことなんで、そこまで寒くないのかなと思います。でこれはですね、錦糸町の北側の、国際通りっていうんですかね、国際通りを今、西に向かって歩いてる感じですね。錦糸町の駅は、まあ、北も南も北口の方も南口の方も、結構ロータリーとかがあって、どちらも変わらないぐらいの人の多さなのかなと思ったりするんですけど、北口もね
なんか飲みに行くってなると南口の方が多いのかなというふうに思ったりするんですけど、北口のこの国際通りの通り沿いにも、まあ、飲食店が結構あって、でちょうど今8時過ぎたんで、皆さんテイクアウトでね、目の前は吉野家だと思うんですけど、吉野家で皆さんテイクアウトの夜のご飯を、確保してる感じじゃないですかね。こっちは唐揚げの店ですね。鳥立つっていうんですかね。結構唐揚げのやっぱり弁当定番ですよね。で、この左隣はマキアがあったりして、でもうちょっと先行くとバーガーキングとかがあって、まあ錦糸町はやっぱりいろいろお店が充実してて便利だなと思います。でこの辺をねちょっとね通りの方入って、分かりますかね、もう8時を過ぎたんでスカイツリーも、ライトアップをやめてると思うんですけども、まあこんな感じで、ちょうどスカイツリーがですね、結構あの映像を通して見るとねどうしても小さく感じると思うんですけど、肉眼で見ると結構大きかったりとかします。でもうちょっとですね、この通りを西に進んでいって、これからどこ行こうとしてるかというと、錦糸町の駅のですね、まあ、南側ですね、南口の方に行こうと思ってます。で今日は、まあ、駅の周りをこうぐるっと回る感じを考えてるんですけど、錦糸町って結構、まあ、治安があんま良くないみたいな話とかそういうのもあると思うんですけど、人の気はねそうでもないんですけど、やっぱ南口の方が夜のお店が多くて、ちょっとね初めて来た人はなんかあれちょっとなんか怖いのかなと思ったりするんですけども、この時間とか、まあちょっとね時間帯違うかもしれないんですけど、時間によっては普通に塾帰りの子供たちがその夜のお店があるあたりをこう、まあ塾から帰宅するためにだと思うんですけど歩いてたりとかします。でこの道ですね、まあ、多分映像通しもかなり青いと思うんですけど、ちょっと今工事してて引き取りづらいかもしれないですね。ちょっとねこの道を通り過ぎたら話そうかなと思うんですけど、なんかさっきの道が痴漢とかひったくりとかなんかそういう人たち対策のために夜青白い光で、なんか多分青白い光を見せると
こう、まあ、なんていうんですかね、興奮が収まるというか、なんかそういう効果を狙って、青白い光のトンネルにしているというふうな話です。で、さっきのトンネルを、こう、くぐってくると、この辺が、錦糸町の南口の出てですね、まあ西側のあたりに、まあこういう感じでこう、結構客引きの人たちが立ってるようなところになってて、なんか DVD 鑑賞とかね、なんかちょっと怪しい雰囲気があったりするんですけども、ピア錦糸町っていう通りですかね。で、この道をですね、右に曲がって、このあの京王道路この正面の道がですね、京王道路なんですけど、その京王道路をね渡って、歓楽街って言うんですかね、飲み屋さん街というか、まあ、そっちの方行きたいと思います。ちょっとね、車がうるさいので声を聞きづらいかもしれないですけど、この横断歩道を渡ると丸いがあったりとか、あと左の方行くとね、JR があったりとか、あとなんか飲み屋が、居酒屋が結構入ってる、1階がマクドナルドみたいな飲食店ビルだったりとかします。でここはね、スタバがあったりと、丸いですね、丸いスタバがあったりとかして、この洋服の早間の角を曲がると、ボタン橋通りという、道に出るんですけども、でボタン橋通りですね、まあ、結構先の方まで行こうかなと思ってます。この先行くと、首都高の効果があったりとかするんですね。でこの辺は結構客引きのお兄さんがタンブロしてたりとかします。一時期ねかなり減ってたんですけど、今日はまた結構多いように思います。キャバクラとかなんですかね、結構この辺り女性がいるお店が多いと思いますんで、
なんか人が並んでたりとかするんですけど、なんかお出迎えなのかお見送りなのかですかね。で、この道をちょっと左に曲がろうと思うんですけども、やっぱりこう女性のいるお店がこの辺結構多くて、一時期ね、あの前回かな、前々回かどっちかか、歩いた時はね、本当に客引きの人たちもほとんどいなくて、錦糸町もなんかちょっと雰囲気変わったなと思ってたんですけど、今日歩いてみたら結構やっぱり客引きのお兄さんとか、あとちらほらとお姉さんも立ってたりとかします。でもこの道を意外に曲がって、でも右行くと長ホテルとかはあったりするんですけど、ここをちょっと左に行って、なんかでもやっぱり街に人が結構戻ってきたような気がします。なんか話ではもう背に腹がかえられないみたいな感じで、もうなんか限界が近いからお店開けるよみたいな話をなんかテレビとかそういうので言ったりしました。これも左行くとね、無料案内所とかあったりとか、ビル丸ごとあの桜とかね、そういう女性がいる飲み屋さんがこう結構立ってるとこだったりとか、立ってるじゃないですか、あのお店が入ってるとこは。ここは左とあの音を聞いてもらえば分かると思うんですけど、パチンコ屋さんが2軒並んでるんですね。で、2軒あって、ここもとんかつの松の屋っていうお店ですね。うわ、無理で。もう、テイクアウトだけになってるんで、お客さんは向かったりとかするみたいです。松の家はウーバーイーツとかやってましたからね。で、これ右手がマクドナルドなんですけど、もうなんかこの8時を過ぎると、あ、ここ天野とかですか、ペッパーランチとかなんですけど、8時を過ぎるとこうウーバーイーツの自転車の人たちがこう活気づくというか、なんかそんな感じでこう、まあ何て言えばいいんですかね、なんか急にこう緊急事態宣言のこう夜の閉店後のこう雰囲気で変わるというか、そんな感じですよね。で、今ですね、ちょっとうまくどこまで撮れてるかわかんないんですけど、もう、この辺りのウーバーイーツの配達員の人たちは、結構海外の方が目立ちました。で、今も声を
道行く人にこう声をかけてたんですけど、あのガールズバーの人たち、なんかもう8時以降も普通に営業してたりとかするんですね。からですね、皆さんご存知かどうかわかんないですけど、あの木刀病院とかですね、もうちょっと行くとここの先公園があるんですけど、昔はなんかその公園の周りが結構いかがわしい雰囲気だったみたいな話もあるんですけど、今どこなんですかね。ちょっとね、息を塞いでタバコを吸っておられる方がいるんで、避けて歩きたいと思います。公園ぐるっと回ってみましょうか。この辺りはね、この先行くとあのラブホテル街になるんですよね。何軒ぐらいあるんですかね。かなりの数あったように思います。で、こっちがそうですね、ラブホテル街で、あんまり映すとね、入っていく人とか取れちゃうんで、ちょっと遠慮してみたいと思います。あとこっちは結構公園でこう飲んでる方も多いみたいですね。ほぼベンチが埋まってるような感じです。お酒だけじゃなくて、なんか普通に飲み物持って喋っておられる方とかもいるんで、でこの正面が木刀病院という結構大きな、この辺りでは大きな病院ですね。踏切はパチンコ屋さんですかね。ちょっとね、京王道路を渡って向こう側にこう渡りたかったんですけど、信号が変わったんで、こっちのね、横断歩道から渡りたいと思います。
もうちょっと先まで行ってみましょうか。あたりのお店はまあもちろん閉まっててですね。で、まで右手の経由道路を渡った先が声優があって、声優はおそらく24時間営業やってると思うんですよね。信号が。あるんだったので渡りたいと思います。ね、こっちに声優があったりとか、して、24時間経ってますね。錦糸町の駅で出して、で、この右手はあの地下が声優なんですけど、1階から上がタルコなんですね。もうタルコは1時で多分しまったと思いますので、で駅に併設する感じでヨドバシカメラとかが印象あったりします。錦糸町の JR のね、総武線の錦糸町駅ですね。で、地下にはね、地下鉄が走ってたりとかするんで、何線でしたっけ？長崎って何でしたっけ？半蔵門線。半蔵門線も錦糸町駅だったりして、結構ね、乗り換える人も多くて、いつも駅を混雑しますね。この辺はね、別に本当に普通の雰囲気なんですけど、あの丸井のもう少しこっちは、ね、南側にあるんですけど、南側の方行くと、まあ、夜はやっぱりちょっとさすがにこう、女性一人とかだと怖いかもしれないですね。あの、本当に、客引きのお兄さんや、あとまあ、客引きのお姉さんとかが立ってたりとかしますんで。ではですね、今日は、どれくらいで、撮影を終えたいと思うんですけども、最後までご視聴いただいた方ありがとうございます。錦糸町ね、こう緊急事態宣言になっても、もうお店の人たちももう自粛してられないみたいな感じなのか、結構客引きのお兄さんとかが路上に出てるみたいな雰囲気でした。なかなかやっぱりね、
飲食店の方たち大変だと思いますんでね、なんとも言えないんですけど、まあちょっとお酒を飲んだりするとね、やっぱり結構感染をしやすいのかなというのをちょっとね、周りのこう感染した人たちの話とかを聞くとちょっとそんな感じがしますんで、まあできればこうお酒をうまく飲まない形で夜楽しんでいただけたらなとは思ってます。ではご視聴ありがとうございました。